今日はママとパパがケイルーとローズィーをウォーターパークに連れて行ってくれました。ケイルーはお兄ちゃんらしくローズィーに泳ぎ方を教えています。ほらローズィー、足をすごく早くバタバタさせればいいんだよ。こんな風に。さあやってごらん。上手よローズィー。ケイルーとってもいい先生だね。見て、あの子たち海賊船と戦ってるよ。君の助けがいるみたいだよケイルー。ケイルー船長、今行くよ。待ってケイルー、まず日焼け止めを塗らなきゃ。でも僕海賊と戦いたいんだよ。もし日焼けしちゃったら海賊と戦えないわよ。わかったよ。でも早く、海賊にウォーターパークを占領されちゃうよ。うわぁ、冷たいよ。じっとしてケイルー、いいわよ。何にゃまあまあ、これじゃ僕海賊と戦えないよ。笑われちゃうよ。じゃあケイルー船長、いらっしゃい。ほら、これでもう大丈夫よ。頑張って。さあロージー、海賊船を沈めに行こう。いいかい、狙って。おい、やるぞ。気をつけろケイル、海賊たちが反撃してくるぞ。大丈夫だよ、任せて。みんな逃げろ。わあ、やった、いいぞ。やったよローズィー、僕ら海賊からウォーターパークを守ったぞ。さんざん興奮した後だから2人とも少し休みたいでしょ。のんびり川で川下りするのはどうかしら。そりゃ面白そうだね。これはのんびりできるわ。ちょっと遅いよ、もっと早く行けない？あのヤシの木まで競争しようかケイル。いいよ。追い越すぞケイル。やったぞ、僕の勝ち。よくやったぞケイル。どうしてこの列こんなに遅いの？我慢よケイル、このウォーターパークで一番大きい滑り台よ。待つ価値はあるわ。一番？二番目に大きい滑り台に行かない？大丈夫よケール、滑り台は二台隣り合ってるから下まで一緒に滑れるわ。うん、じゃあいいよ。大丈夫ママ？ちょっと怖いわ。手をつないでくれる？いいよママ、僕がついてるよ。じゃあ32、1、ゴー！なあケイル、そんなに悪くなかっただろう。手をつないでくれてありがとうケイル、とても勇敢よ。すっごく最高だったよ。ケイルはママやパパとプールに行きました。着いたわよケイル、泳ぎの練習の準備はいい？ケイルーは両腕の浮き輪をチェックしました。これで浮かんでいられます。うん。ケイルーは周りを見回し、プールにそのまま入れる滑り台を見て興奮しました。見てママ、滑り台。待ちなさいケイルー。ケイルー、プールで走ってはいけないよ。床が濡れていて滑って転ぶかもしれない。ご覧、いいかい、ルールその1、走らないこと。ケイルーはプールで安全でいたいと思いました。ごめんなさい、
滑り台が見たかったの。もういいよケイル、さあ見てみよう。ケイルははしごを登り、滑り台のてっぺんに座りました。いらっしゃいケイル、ママがここでちゃんと捕まえてあげるわ。ケイルはプールの中にいるママを見ました。でもこの上からだと下までものすごく遠く感じました。僕怖くなったよ、僕が思ったよりずっと高かったよ。いいんだよケイル、浅いところからプールに入ろう。ケイルははしごを降り、パパについてプールに入りました。立ち上がると水はちょうどいい深さでした。どうだい？すごくいい。見てママ、僕泳げるよ。とても上手よケイル、パパに向かって泳いでみない？ケイルはパパに向かって泳ぎました。いいぞケイル、もう少し頑張れ。やった、一人でできたよ。よくできたね。ケイルはママが水中に潜って泳ぐのを見ました。そしてすっかり感心しました。じゃじゃーん。ケイルも水の中に潜ろうとしました。でも浮き輪があるのでできません。ケイル、浮き輪をつけたままじゃ水の中に潜れないよ。パパが持っててあげようか。ケイルはまだ浮き輪を外したくありませんでした。いいよ、水の中に潜るのは別の日にするよ。走っちゃダメ。こんにちは、君の名前は？ケイル。いやケイル、僕はライフガード。プールでみんなの安全を守るのが僕の仕事だ。もし誰かが危ないことをしたらこの笛を吹くんだ。あの子たちが向こうで走ってたんだ、ルール違反だよ。その通り、大声で知らせてくれてありがとう。ケイルはプールで走ることについてパパが言ったことを思い出しました。もしプールで走ったら滑って転ぶかもしれない。その通りだ。ほら、これで君もライフガードだ。でも誰かがルール違反をした時だけ吹くんだよ。いいね。ケイルはライフガードになって大得意でした。なあ、滑り台はもうやってみた？すごく面白いぞ。言ったけど怖くなったの。怖がるのは構わないさ。でも君のような勇敢なライフガードなら心配いらないよ。じゃあもう一回やってみようかな。いいぞ、それに心配いらないよ。事故が起こらないように僕がちゃんと見ているからね。ケイルは再びはしごを上がりました。やはり下まではとても遠そうです。ママはここよケイル。ケイルは決心し、3つ数えて思い切って下まで滑り降りました。1、2、3。まあケイル、できたわ。本当に勇敢なライフガードね。すごかったよ。僕の起こした水しぶき見た？もう一回やっていい？パパ、プールのルールは大人は滑り台に登らないこと。ケイルはとても幸せでした。プールの滑り台ももう二度と怖くはないことでしょう。今日はママとパパがケイルとローズィーをテーマパークに連れて行ってくれました。ケイルはワクワクしていました。テーマパークは世界一楽しいところなのです。今日はきっと最高の日になるよ。最初にどの乗り物に乗ればいいかケイルにはなかなか決められません。そこでパパがローラーコースターを勧めました。この前に立って身長を測るんだよケイル。なぜ？乗るために十分な身長があるか確かめるのさ。僕は大丈夫？よし。ローズィーもローラーコースターに乗りたかったのですが、まだ小さすぎました。大丈夫よローズィー、他にもたくさん楽しい乗り物があるわよ。
いいかい、ケイル。いいよ。ローラーコースターはゆっくりと前に進み始めました。それはどんどん高く登っていきます。うわ、すごく高いところまで来たよ。そうだね、ここからパーク全体が見渡せるぞ。僕怖いよパパ。大丈夫だよケイル、ほら手をつなごう。ローラーコースターはすごく速いのです。うわー、ケイルーはアップダウンするたびに顔に吹きつける風を感じました。これはすごいよ。ねえ見てた？僕両手を万歳したよ。見たわよケイルー、とっても勇敢だったわ。ケイルーとローズィーは素敵な写真撮影場所を見つけました。ほらママ、ローズィーもちゃんとローラーコースターに乗れたよ。わあ、すごく速いように見えるわよ。その通りよ、ローズィー。これに乗ってみる？いい？ローズィー。行くわよ。頑張れ、ローズィー。ゴールまで競争でよ。ケイルーはローラーコースターもとても楽しかったのですが、ローズィーや家族と回転木馬に乗るのも同じくらい楽しみました。今日はママとパパがケイルーとローズィーを特別に動物園に連れて行ってくれました。到着。ケイルーは動物園の地図を見ました。いろいろな動物たちの絵がたくさん見えます。どの動物を一番に見に行きたい、ケイルー？じゃあゾウを見に行こうよママ。それはいいわケール。どこにいるのママ？ケールはゾウを探しましたが、どこにも見えません。あそこにいた。ケイルーはゾウが好きです。特にそのゾウの鳴き声が好きでした。ペットのゾウを飼っていい？うちにはゾウが飼えるような場所はなさそうよケイルー。ゾウは大きすぎるわ。見て、ママとパパのライオンが寝てる。写真を撮ってほしいかい、ケイル？うん、お願い。はい、チーズ。助けて。大丈夫だよ、ただの赤ちゃんライオンだよ。それはきっと一緒に遊びたいのよ。うわー、やったよ。はい、私はリンダ。あなたの名前は？僕はケイル。そして妹のローズィー。こんにちはケール。こんにちはローズィー。私と一緒にお猿さんたちに餌をやりたい？うん、やりたい。ケールはワクワクしました。お猿に餌をやるのは初めてです。
お猿さんたちは果物と野菜が大好きなの。あなたとローズィーとでそれをあの岩の上に置いてちょうだい。ほら、食べてるよ。おい、僕の帽子。お猿。いたずらも好きなのよ。ケイル、木から降りておいで。もうすぐ家に帰るぞ。僕はここだよ、パパ。あれはお猿さんだよ。ああ、そこにいたのか、ケイル。ほら、これを見て、ケイル。あー、ゾウさんだ。この大きさなら一緒に連れて帰っても家で帰るよ。ケイルは動物園をとても楽しみました。また、自分のゾウを家に連れて帰れて、とても幸せでした。